国立研究開発法人国立がん研究センターは日本の国立研究開発法人国立高度専門医療研究センターの一つであり日本における厚生労働省直営の施設等機関であった旧国立がんセンターは2010年からの独立行政法人化後数々の改革を経て2015年から国立研究開発法人に移行している 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第3条第1項によるとその目的はがんその他の悪性新生物に係る医療に関し調査研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供技術者の研修等を行うことにより国の医療政策としてガその他の悪性新生物に関する高度かつ 専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上を及び増進に寄与することとある。具体的な業務は次の通りである。東側より見る日本では、第二次世界大戦後、それまでの感染症に変わり、悪性新生物による死亡率が急速に上昇し、1953年には死因の2位となり、その翌年から全国の国立大学に、 がん診療施設が設けられることになった。やがて、そうした各地のがん診療施設の拠点となる国立機関の必要性が歌われるようになり、1959年、厚生省ががんセンターを発表、翌1960年、国立がんセンター設立準備委員会が立ち上げられた。当初の構想では、財団法人がん研究会を吸収する形での一本化も考えられていたが、 設立準備委員会での議論の結果、眼検と並立する形で設立されることになった。厚生大臣、長尾博吉が医学界の最高権威を幹部にすることで優れた研究者を集めるようにし、それまでと違った病院スタイルを打ち出そうと発案。センターという言葉は、長尾が内務省の若手の時、欧米の資料を翻訳するにあたり、訳語を作らず、そのまま、 センターとして使ったのが始まりで、漢字、ひらがな、カタカナの混ざった看板を書くなだおには、考えがあった。センターという言葉はここから広く使われるようになった。1961年度予算で建設費、初年度運営費など9億5000万円が計上され、予定地となった東京都中央区築地の旧、海軍軍医学校の建物の改装が始まる。初代総長には、 タミヤ・武雄が選ばれた。当時の日本医師会会長で、ガンセンター設立の立役者の一人であった、武見太郎が、脱学罰、脱派罰による人物本位の人材起用を提言しており、派罰中立的なタミヤに、白羽の矢が立ったのである。タミヤは、病院長に、車猿マサルを、研究所長に、中原和夫を指名し、ガンセンターの組織づくりに当たった。この時の組織づくりで、 特徴的だったのが、竹見太郎の見識によって、病院と研究所を有機的につなぐために、両者のコーディネーター役として、運営部を独立させたことである。運営部の存在によって組織内の医師や研究者が、その本来の職務に専念できるようになり、また、同時に運営部は、全国的な癌対策の中核としての機能も果たす、ことになった。そして、総長は、これら病院、 研究所、運営部の3組織を統括するものとして位置づけられた。当初の計画が大幅にずれ込み、1962年5月、センター病院が会員、車、と島芸者が大城を塗ったくったようだったと振り返るように、当時の建物は亀裂の入った壁や雨漏りのする、病室があちこちにある、ひどい環境であった。また、会員当初は、学罰を無視して、 全国各地の大学から業績主義によって、遺骨のある意志を集めたために、カルテの様式も、手術の方式もまちまちであり、例えば、手術の場合は、来る院長は、来る外科方式、東大の人は、東大方式、慶応の人は、慶応方式といったありさまであった。しかし、やがて、こうした初期の混乱期は、来る天皇の異名を取った、来る院長の陣頭式と、 各分野のエキスパートたちの切磋琢磨によって乗り越えられていくことになった。特に大学病院流の核化並列のセクショナリズムを廃止、臓器単位の横断的な診療体制が確立され、各臓器の症例検討は深夜に及ぶまで活発な議論が交わされた。また、会員後のもう一つの混乱として、当時の総府長、石本茂が推進した。 高レベルの看護体制に対する医師の反発が挙げられる。石本は、がんセンターが通常の病院と異なり、重症のがん患者を抱えており、充実した身体的、精神的ケアが要されることから、単なる医師の駒遣いや雑液係を乗り越えなければならないと考えたのである。この構想は、多くの医師の反発にあいながらも、着実に実践されていくことになった。しかし、 病院職員の定員は限られており、看護体制の充実という理想と、定員像のない現実の間の葛藤は、今日まで続いている。他方で、研究所の方では、研究所長の中原が、病院付属臨床研究所といった色彩の強かった、当初の構想を飛び越え、基礎研究重視の研究所づくりを進めた。しかも、若い人材が多く、生化学、分子生物、 生物物理、薬理、有機化学、実験病理など分野も多岐にわたっており、病理畑の勢力の強かった当時の眼学会の中ではあんなやり方で眼研究などできるわけがない。あれは中原先生のホビーだという声も上がっていた。しかし、幅広い基礎研究を土台にした研究所は臨床研究では得られない数多くの国際的な成果を上げていくことになった。 解説後最初の10年は、胃がん、肺がんの早期診断法、肝硬変、肝がんの安全な外科手術法が、ガンセンターを中心に確立され、研究所では動物に実験胃がんを発生させることに、成功するなど、ガンの学問の世界では、国立ガンセンターの業績が一等値を抜いて輝いた、時代であった。さらには、1968年以後、 対国立癌センターの設立に参画したり、1971年には風の国際癌情報センターを付設するなど、国際的にも注目と期待を集めるようになった。1992年に旧国立柏病院と旧国立療養所松戸病院を統合、移転して柏キャンパスに東病院を開設。柏キャンパスにある国立初の緩和ケア病棟は、 この時に旧国立療養所松戸病院に開設されていたターミナルケア病棟を発展的に引き継いだものである。翌94年には柏キャンパスに研究所支所が開設。柏では主に肺がん、肝がんを中心とする難治がんの診断、治療、研究並びに終末期がん患者に対する緩和ケアの実施に取り組まれることになった。さらに百九十七年には 陽子線治療胸が完成し、世界で2番目となる臨床専用の陽子線治療装置が設置された。この東病院が国立病院としては超一流の建物であったことに触発され、当時のバブル経済した築地キャンパスの病院についても世界で最高の新胸建設が計画された。安倍薫が総長に就任した1994年には基礎工事も終わっており、 外枠の組み上げが始まろうとしていた。安倍は設計書を見るや、あまりに非現実的な計画に驚き、舞い上がった計画をいかに現実に戻すかに不信することになった。こうした計画は、病院長が病院建設にほとんど関与できず、厚生労働省から出向した役人を中心とした運営局が民間に比べて破格の建設費用を継ぎ込んだためであり、これらの結果、 独放課前の借金は500から600億に達したとされている。こうした状況下で安倍が実施したのは具体的には当初の旧棟、新棟のツインタワー構想の撤回、実態の見えない臨床研究棟にフロア新設の廃止、各部の重複設備の共有化などである。結果として1998年10月に新棟が竣工され、 1999年1月より中央病院として診療を開始した。新棟では、白や計画治療旨、グループ診療制など、当時の診療の弊害をなくすための幾多の方策が実施された。また、2000年には厚生労働省がミレニアムゲノムプロジェクトにおけるがん研究の中枢として国立がんセンターを指定し、翌2001年に築地の研究所に、 疾病ゲノムセンターが設置され、がんに関する遺伝子研究の充実が図られている。1962年に創立されて、以降、胃カメラ、消化管二重造営法、機関支鏡の開発など、世界的な業績を上げてきた国立がんセンターも、やがて制度疲労を見せ始める。はじめに、病院と研究所をつなぎ両者を補佐するとされた、運営部の権限の肥大化である。 杉村隆がこの点を指摘した2002年の段階では、すでに運営部長がガンセンターの現場を補佐、代表する役割から離れ、本省の意向を単に伝達する職になってしまっていた。この運営部長は、総長に次ぐポジションであり、病院長よりも上に位置しているにもかかわらず、本省から出向した現場を知らない官僚が座っていたからだ。 総長をはじめセンター幹部の人事権は厚労省に握られているため、運営部長は本省の意向を傘に、ね、絶大な権限を振るったのである。加えて看護師、放射線技師、臨床検査技師、事務職員についても、その任命権者は総長にありながら、実際の指名者が本省になってしまっており、総長や病院長によるガバナンスが機能不全に陥っていた。 こうしたガバナンスの不在は、病院事務職員の3、40万円の横領事件や、麻酔会一斉退職、数々の週刊誌沙汰などとして現れることにもなった。また、前述したように、官僚指導の病棟新設による莫大な借金の存在も重荷となった。国の特別会計からの借り入れで、金利は4から5%で、返済期間は25年。 年間の診療報酬収入250億円に、対して、この借金の利息だけでも30億円を費やして、しまうありさまであった。そして、そのしわ寄せは現場に及び、レジデント、リサーチレジデントの劣悪な就労環境並びに、臨時職員課など、人権施設役による収支合わせのみを考えた、経営姿勢が進み、研究業績の低迷などとなって現れることになった。 独放課前の病院長であった土屋良介の当時の発言を借りれば日本を代表する癌の臨床現場であり専門家が揃ったこのセンターで今必要とされているのは現場の自主独立だ。官僚管理を脱しない限り世界とごしてやっていけるはずがない状況にあった。国立高度専門医療センター等を除く国立病院療養所は2004年から 独立行政法人国立病院機構へ移行していたが、国立癌センターは厚生労働省直営の施設等機関としてそのまま残されていた。2010年4月1日に国立高度専門医療センターの各組織も独立行政法人に移行し、国立癌センターは独立行政法人国立癌研究センターに解消されることになった。2009年11月末、 行政改革の一環として独法化後のナショナルセンターのあり方を検討するため、戦国良子と行政刷新省が主催する独立行政法人ガバナンス検討チームが発足し、12月に報告書をまとめ、国立癌研究センターと国立循環器病研究センターで理事長公募が行われることになった。この公募に対しては、当時の総長の広橋節を含めて5人の応募が、 あったが、選考委員会による、選考の結果、国立がん研究センターの初代の理事長予定者には、山形大学医学部及び、付属病院の改革で名を馳せていた、加山高たが選ばれた。しかし、香山は、当初、各界から理事長公募への要請を受けていたものの、山形大学の改革、及び、全国医学部長病院長会議や、 国立大学医学部長病院長会議の立場から取り組んできた日本の教育改革が途上にあったこと、さらにはガンセンターの役割、必要性に疑問を持っていたことから誇示していた。しかし、最終的には理事長就任を要請した方の国立ガンセンターの独法化、改革は単にセンターだけにとどまらず、全国各地にある講談。 特殊法人等の改革の宣弁をつけるものだとの一言で決断することになったのである。また、この結果を受けて3月には、中央病院長の土屋良介が陣意を表明したため、かやまが中央病院長を併任することになった。2010年4月1日に新理事長としてかやまが着任すると、まずは改革の進め方として、組織改革に重点を置き、 一切の先入観を持たず、すべて白紙、一から行います。立憲や縁故は一切排除し、大学の教授専攻と同様に厳正に決定し、責任の所在を明確化した上で、今いる職員のモチベーションを高め、いかに仕事をしてもらうかを第一に考えることを明言。同日の告示の中では、世界トップ10から20の眼研究、医療の展開や、正規職員の増員、 職員の福利構成の向上などの基本的プリンシプルが示された。そして、独放課後2ヶ月の間で、診療体制の抜本的な見直し、各種委員会組織の再編、統合、知見の実施状況、治療成績の公開、眼帯は外来の設置、総合内科の新設、レジデントの処遇改善、東京大学との連携大学院構想など、申請、 NCC の取り組みが進められるとともに、世界最高の医療と研究を行う患者目線で政策立案を行うとする理念と、ガン難民を作らないなどの使命が発表された。こうした取り組みの成果も着実に見られ、例えば2010年10月の総合内科の設置によって、これまでのがんセンターでは見ることのできなかった合併症を抱えるがん患者にも対応できるようになり、 感相談体話外来については利用者のほぼすべての方が満足しているという結果が得られている。経営改善についても2010年4月から6月までの決算で当初の計画に比べて17億円ほど収支改善が見られ、これらを財源として事務職員の常勤化による専門職化による管理運営部門の強化にも努めている。さらにドラッグラグの解消を目指して 全国377のがん診療連携拠点病院を取りまとめ、がん治療薬の治験の共同実施を行う枠組みを整備している。研究面での改革は、病院と研究センターの連携を深めるために、2011年2月からリサーチカンファレンスを開始、病院と研究所、双方のスタッフが参加し、活発な議論を戦わせるカンファレンスを月1回開催し、 臨床と研究の連携を強化するとともに、研究成果の検証も行っている。2011年5月からは、中央病院と東病院において、バイオバンクを試験的に実施、秋から本格的な稼働に入った。さらに、島津製作所をはじめ、各企業と包括同意を結び、企業との連携を強化するとともに、参観学が連携する新研究旨の整備に入っている。 三関連携では、すでに、6と、世界初の病院設置型加速器による、放送中性子補足療法に関する共同研究が、始まっている。教育面では、築地ユニバーシティ、築地医学改総会などがスタートし、院内の、教育体制の整備が進み、2012年度からは、慶応義塾大学、順天堂大学との連携大学院制度が開始。これによって、 レジデントがセンターに席を置きながら医学博士号を取得できるようになった。また、人事面では、独法改善の中央官庁や国立病院機構との周り人事が、独法化すぐの中央病院看護部長の移動事例を機に取りやめられた。採用は公募制を取るようになり、11年度新卒採用の事務職員公募には、定員8名に対して800人の応募があった。 さらに、口術の経営改善により、2010年度中に約150人の常勤職員が採用され、派遣、委託職員の削減、処遇改善がなされたことで職員のモチベーションが高まった。具体的な処遇改善は、派遣、委託職員の常勤化のほかに、レジデントの処遇改善、元層団体は外来手当の創設、完結的処置で、 リスクの高い業務に対する危険手当の創設、ガバナンス手当の創設、夜間看護手当等の改定、専門薬剤師手当の創設が挙げられる。そして、これらの改革が進んだことで、経営面でも大幅な改善を見せ、全身麻酔の手術件数、病床稼働率が、いずれも約5%増加するなど、2010年度の経常利益は29.6億円。 経常収支比率は107.2%に達した。独法化1年後のナショナルセンターに対する構成、労働省、独法評価委員会高度専門医療研究部会の業務実績評価では、6ナショナルセンターの中でトップとなった。2012年4月に理事長に就いた堀田智光は、最先端の癌研究や癌医療に挑むことに加えて、 がん患者の人生そのものを見据えた治療に取り組むとの方針を掲げ、がんサバイバーシップ支援研究部を発足させた。研究部では、がんサバイバーシップに関する研究、社会啓発、人材育成の3つの取り組みを行うことになった。2015年9月9日国立がん研究センターは、日本初のがん免疫治療薬の開発を目指すノイルイミューンバイオテックを 同センター発ベンチャーとして認定した。2016年1月11日、堀田智光理事長は、免疫療法について、免疫療法については本願研では得意ではなかった。ため、人材を外部から集めて研究開発を進めたい。免疫療法は次のブレークスルーになると述べた。2017年4月10日国立がん研究センターは、学校法人、慶応義塾、 山形県鶴岡市と協定を締結。鶴岡市にある慶応義塾大学先端生命科学研究所と連携していくために同市の先端研究産業支援センターにガンメタボロミクス研究室を開所した。両病院は臨床研究中核病院に指定されている先端医療開発センター編集2016年1月よりガン予防。 検診研究センターが開祖され、社会と健康研究センターとなった。世界保健機関により、1970年に、がんの第一次予防、診断、治療の、また1981年には、喫煙と健康の各指定研究協力センターに指定されている。2006年に設立され、癌情報サービスなどの信頼のできる癌情報の発信や、 がん登録をはじめとする各種がん統計を取りまとめるなど国、都道府県、病院をはじめとした様々なレベルにおけるがん対策を情報面から支援する役割を担っている。疾病ゲノムセンター、編集括弧内は前職など柳田邦男の癌回廊の朝に本センターの研究者が深夜の帰宅時に電車の車中から 東京医科歯科大学の研究室に高校と明かりが灯っているのを見てショックを受け、その対抗心から本センターの研究者たちも終電ギリギリまで研究に打ち込むようになったエピソードが記されている。他の一部の病院と違い原則的に患者の症状は本人にすべて通知されるとされている。ただしその後の治療方針やケアなどは患者と医師側で熟慮がなされるという。 ありがとうございます。